株式会社トリアートは研究開発を主とする日本の企業である。トリアートという名前はトライアングルアーキテクト建築物等の柱など力のかかる部分を補強している、いわゆる三角形で支える構造を表している。九州工業大学情報工学部に橋を発するラボラトリー型の情報技術創出企業。情報技術の研究開発を主とする。 2007年6月に日本初となるフラッシュリット1.1によるフラッシュサイト運用サービスモセをリリース。2010年1月には既存携帯公式サイトにフラッシュを容易に追加構築する新技術ザコアドンをリリース。2012年6月には iPhone、iPad をフックとした遠隔医療システム XMix をリリースし医療分野に参入した。 P2P ブロックチェーン通信を駆使した最先端の遠隔医療システムを開発、提供している。2018年1月より株式会社三藤と業務提携を行い、プロボクサー選手村田良太の協力のもと、スポーツ選手の体調管理や能力強化に役立つシステム開発を開始。2014年より AI 画像比較システムミドルをリリースし、 建築業界をはじめとする200社以上の導入数を誇る。ありがとうございます。